ドッキリ神回避3ということで、またまた神回避、続きからやっていきたいと思いますと。前回ね、ページ2まで終わったんで、3やっていきましょう。13ステージ目。不眠回避。うわ、これ、眠れないってことじゃないの夜。あ、羊が出てるよ。あ、今からね、寝るのかな。おー、で、これ、夢あ、なんか羊が、あ、羊が1匹。はいはい、あ、数が上に出てんだけど。え、羊が2匹。これ、俺なんかすること、おいおい、いや、それはダメだ。いや、無理。いやいやいや、それはダメです。おい、いや、窓にいた今。え、怖っ。え、今一瞬窓に映ったよ。さあ、何ができるかな。羊とか触れるこれ。あ、帰ってった。え、触ったら帰るってことこれ。じゃあ、あの、ケンタウルス、あ、こいつ触って、こいつをね、こいつをね、あの、来ないようにして、ね、羊がちゃんと数えれるようにね。うん。あの、なんか邪魔者のね、介入によって、この、お兄ちゃんね、寝れなくなっちゃうんで。うわ、これダメなんじゃない？今、ブラック羊いたよ、今の多分、危ないよね。なんかまあ、ヤギだね、今のヤギだね、これ。違うね。え？お前、大変だね。なんでまだ3匹目とか4匹目とかなのに、なんでもう羊じゃないやつが出てくんの？OK。5匹目。あ、いや、危ない。え？いや、帰ってった。いや、待って。何それ、左から来るパターンあんの？え？やっぱりその進路方向決まってない。あ、ダメ。帰っちゃダメね。うん。何やってんの？なんか新しいゲームやってない？あ、お前これ帰っちゃダメ。ね。多分あの、左に、あの、一定量の羊が行かないと、あ、こいつ多分ぐっすり寝れないんだよ。ね。おー、これヤギだ。ヤギ、お前ダメ。めんどくさいね、これ。ちょっと大変。あ、こっちもダメ。おい、羊来いって。羊が来いって。あ、じゃあ、そう。意外と大変だね、このステージね。来る？おー、オッケー。これで、10匹目の羊。もう寝るんじゃない？あ、やっと寝てくれた。まあ、大変だね。なんでヤギとかさ、ケンタウルス野郎とかさ、なんでそんなよくわかんないもんまで数えちゃうの？なんでその寝るのに集中しないの？14ステージ目。パンク回避。え、なんか、カート乗ってる？なんかレーサーかなんかなったってこと？おー、すごいなぁ。なんかもう車乗ってんだね。もういいじゃん、行ってみよう。一旦スタート。うわ走ってねえよ、全く。タイヤタップする？はい。あー、取れたね。どうするこれ。なんか、この青のやつのタイヤとか取れない。これ緑は？取れない。なんだ、どこをタップすればいいこれ。何があるんだ？あ、上の、わかった。この上のさ、カーレースって書いてある英語の C のところ、タイヤありますよ、これ。これゲットして、これつけますと。これでいい？これでいける？おい、なんで？いや、どういうこと？それは知らんって。あ、この右側のさ、この工具みたいなの取れるんじゃない？これ、工具。はいはい。で、これで、なんかやるんでしょ？これで。あ、え？あ、はいはい、このね、このなんか回路みたいなやつを、こうね、赤と青で、これ多分ね、このごっちゃになってたから、アクセルとね、ブレーキが、なんか逆になってたみたいなことでしょう。これできっといけるはず。オッケー、いけ！スタートする？ちゃんと。おー、いった。いいね。なんでそんな初歩的なとこミスってんの？そこ間違えるかな？おかしいよね。なんか整備してる奴らがちゃんとしてないんじゃないの？ 15 ステージ目。負け回避。え、単純になんか対決すんのかな？これは。あー、クワガタとカブトムシで戦うってこと？まあ、一旦ちょっとやってみてよ。どんな感じ？お、バシバシ言ってんね。あー、でもさすがにね。そういうなんか押し相撲的なやつはカブトムシが強い。なんか力強いあのイメージあるもんね。このカブト押せる？あ、押せた。こっちは？あ、押せない。クワガタは取れた。何がロッカーの中とかはいない。この外はこれ。これなんか置けそうなのがあるけどこれ。クワガタ置く？関係、あ、いやいや、逃げた。もう戦えねえよ。はい。私、うわー、そんな。芸人さんみたいな。ケニタム新しいクワガタかなんかが。あ、え？あ、バナナ出たよ、これ。え？あ、え？でも中入ってなくない？これ置いてみる？はい。これ中来る？うおー！中身入ってない。バナナからヘラクレス来たんだけど、黄金の。これは勝てるに決まっとるやん。負けるわけないもんね。オッケー、ファイター！黄金のなヘラクレスに勝てるわけねえだろ、おい。よく出たね。そんなバナナの皮とかで出んのね。16ステージ目。ゾンビ回避2ということで。これは多分、あの、またゾンビを沼かなんかに落とすやつかな。で、なんか手とかマラカスとかあるんだけど、まあちょっと取りに行ってみる、あれ。多分一旦こっちにこう、おびき寄せれば、この左側にいるゾンビは落とせるんじゃないの？はい。これで、オッケー、一体倒します。
で、上に進みます。え、これもマラカス無視でいけるんじゃないこれ。いや近づいたらもうダメなんだ。これでマラカスをゲットします。あ、これマラカス持たせんじゃない。はい、あーね、これで使われる心配がね、きっとなくなったんでしょう。そうね、これ上から回っていくしかないか。これでもうね、この手の近くに行っても、落とされる心配がないんで、もうあいつはマラカスに夢中だから。で、これで多分上側に切ってくれるよね、OKOKOK。で、下に行って、OKOKOK。これでクリアーかな ?OKOKOK。まあまあ、ちょっと難しかったね。17ステージ目。なんかえげつないことになってんな、これ。的回避。なんでこんなことになってんの？どう、あんま状況がよくわかんないんだけど。何この状況、いじめられてんの、なんか悪いことしたのお前。まあ一旦ちょっとやってみてよ、スタート。おーい、リンゴ砕ける、あ、リンゴ砕ける、うわー、でもまあ成功してるよ一応。あ、ダメなんだ、この状況がもうダメなんじゃないの。じゃあリンゴ取れる、あ、取れるじゃん。違うとこ置けばいいんじゃないこれ。そういうことじゃない、そういう、うん、違うか。矢は取れない。こっちのリンゴは、あ、全部取れるな。リンゴ取れた。紐はダメだ、何もできない。え、なんだろう、え、どういうこと、他に何がある、森とか、森ってか木の上は何もない。これ2個でスタートすりゃいいんじゃない、普通に。壊す。ああ、いや、なかったら顔に来るんだ。え、それは危ないって。何もない状態でスタート。ああ、そこに刺さる。ダメだな。え、なんだ、どこに置くんだ。食った。え、あ、そういうこと、え、お前食えるんだ。あ、じゃあこれでいいの。あ、いや、ダメか、ん、待ってよ。あ、でも矢の数減ってないもんな。あ、全部食わせる、はい。あれ違う、え、さっき食った。え、え、さっき食ったじゃん。え、どういうこと、え、一個しか、あ、いや、食った。え、なんだ、あ、ここら辺、この右側に持ってってあげたらいいの。あ、違うな、どこ、顔、あれ、あ、食った。これで、あ、これで、リンゴ3つでそんな太るかな。あの、そういうことだったのね。うわー、わからんかったー。だいぶ判定が狭かったなー。え、顔のところに持ってって食うんだ、リンゴ。18ステージ目。ガーター回避。ガーターはね、なっちゃうよね。難しいもん、ボーリング。はいはいはい。これで、これ今、ボーリングで、とりあえずボールを探せばいいのかな。右側は？あ、3つあるよ、ボール。これ1個奪って、で、これ投げてみたらいいじゃん。どんな感じ？あ、座ってね。あ、いいんじゃない？結構まっすぐ。あー、いや、左に。あー、まあ、わかる。うん。まあ、ね、なんか知らんけど、急に曲がるもんね、ボーリングってね。多分ちょっとカーブかかってんだろうけど、靴をまず変えたらいいんじゃない、まあ、なんでスリッパなんまた。なんか、ボーリング用のやつあんじゃん。あ、これなんか磨くやつは、これ、あ、取れない。ボール、とりあえず、ボールいっぱい取れる？あ、ボール取れるな、いっぱい。はい、3つ取った。え、この子は？はい。お前投げてみる？どんな感じ？おー、様になってんな！おー、うまっ！え、普通にうまいじゃん。あー、もう全部投げさせる？一旦ちょっとお前の、その、おー、いい！ちょっとカーブさしてね！あ、洒落たことすんな、お前な。おらおら、三つ目。どんな感じ最後。わ、すごいカーブさしたな。え、なんか青いボール出たよ。これでいけるんじゃない、これで、ちょっと多分重さが、あ、めっちゃ重たそう。いや、痛い、それは痛いって、なんでスリッパなんだよ、だからさ。もうさ、もう怖いって、もう足の上にボーリング落としたらさすが骨折れるんじゃないかっていうぐらいちょっと怖いよ。ボール投げさして、青いの出てきます。え、こっちの赤なのかな？あ、待って、いっぱい出てくるな、なんだ？え、すげえ出てくるんだけど、何？なにこれ、気持ち悪い。なにこれ、ボーリングの妖精さんがいるよ。はい、ボーリングの妖精さん。なにこれ、あら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 、おお、おお、いや、待って、いや、ピンポンじゃない、ピンポンじゃない。ちょっと、いい加減にしろって、それは。いや、それはもうボーリングの妖精さんが暴れただけやん、そこで。それありなの？おかしくない？何それ？どういうボールなの？ボールじゃねえじゃん。生き物やんけ、それ。おかしいって。さあ、4ページ目行きましょう。19。日焼け回避。うわ、もうなんかすげえ洒落た感じになってんね。うん。日焼けするってことこれ。もうかき氷屋さんが後ろにあって、すごいイケてんな。何ができる俺。タップは？タップ何もない。またスリッパなんだね、お前ね。これ飲み物は？あ、ゲットした。傘は？あ、傘もゲットした。はい。パイもゲット。これは？あ、星もゲット。え、なんだ？はい、はい。あ、そこに、あそこだけ？急に太陽の光強くなるな。これは？はい。あ、お腹ね。あ、またキュピーン言ってるよ。
うん、傘、はい、傘。あれ傘。ん傘は何もできないこれ。あ、ここいや、ちっちゃい傘意味ないね意味ないねはい、飲み物、はい、はい、飲んで飲んで。あれはい、飲んで。あれ飲まない飲まない。あれお前、これどうする頭からかけるとかじゃないのこれ。え、なんだこれ。え、どうする赤料理、はい。なんだえこれ飲み物は何もないのとりあえず。え、かき氷はかき氷。これ何もできないな。あ、シロップ。赤も取れた。えどういうことこれ。はい。えなんだこれ。これ何これかける。いや、関係ない。これはえ、なんだな、あ、うちわうちわ、はい、うちわ。あ、いいね、いいね、いいね。わー、すげー焼けてんね。わーおわーお恥ずかしいな、これは。これはちょっと恥ずかしくて、ね、プールとか行けない。他なんか取れる太陽は太陽にかける。そんなバカな。そんなバカなか。なんだ、シロップが多分ね、何かできると思うんだよな、さすがに。スリッパは取れない。これはお、なにこれ、なにこれ。えどこにあった、あ、ここ?この、机っていうか、この台のところに重なってた。あ、これを刺すってこと?いや、意味ないな、透明だな、全然関係ないね。え、なんだ?じゃあ、何ができる?シロップが何かあると思うんだけど、その使い方がわからないっていう。あと、飲み物も飲んでくれないから、ちょっとわかんなすぎたんで、ヒント1個開けてみたんですけど、何かで影を作らないと、強い日差しで日焼けしちゃうよって書いてんのよね。何かって言われても何もないんだけど。え、ちっちゃすぎる傘と、この透明な、ね、使い物にならない傘しかないんだよな。ヒント2を開けたんですけど、ビニール傘を使おうと。嘘だろ?本当に?本当にビニール傘使うの?これなの?使うの?でもこうなるんだよ?え、意味がわかんないんだけど、何?使おうって使ったらこうなるやん。これにかけるとかある?はい。え、何?あ、え?そうなの?あ、そういうこと?透明のビニール傘を色つけて、これで、火をガードするってこと?火じゃねえ。その火の光を。え、何それ?で、これで青?これで、うわあ、あかんな!そんなことある?うわ、むずいって、それは。それで色をつけることによって、ビニール傘が、色付きのね、ちゃんと火を避けれる日傘になるんだ。うわ、難しい。全然わかんなかったわ。ヒント2個も開けたんだけど。ステージ20、神回避と、なんか神の感じ違うね。神の方じゃないね。もう髪の毛の神になってるね。わーお、やっちゃった、これ、もう終わってんじゃん、もう大失敗してるやん。育毛ってあるよ、この右側。これ、とりあえずやったらいいんじゃない?はい、はい、育毛やって、育毛。おー、すごいかけるね。そんな速攻性、わーお、すごいよ、すごいね。ドライヤーは?あ、取れるね。はい。どうなの?あー、ない、傘が、ない傘って何?ない、髪が。これ意味ないね、これ。何の意味もないね。あ、これ落ちた髪拾えばいいじゃん。あ、ダメか。え、何ができる?ハサミ。ハサミ取れる。この、ね、よくわからん、この、これは取れないか。左側の本は?取れるね。青い本。はい、青い本。あれ?青い本。はい。読んで、なんだ?え?え?何がどうなった今?ん?どういうこと?これ髪型が変わるってこと?あー、なりたい髪型が変わるってことね。はい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 。え?じゃあ待って。いや、そのよくわかんない、このね、髪の毛半分剥げてる髪型とかないですかね?あ、ないね。あ、ちょっとイケメンすぎるね。どうしよう、どうしよう。ちょっと同じような髪型のあれないかな?なんか、本他にないの?ないね、これ。靴は?お前持ってない?持ったりしてないね。はい、ハサミ。とりあえず持ってみて。どうなんだ、それ。うわ、おー、そうなるんだ!そうなる!いや、効果音が、そりゃそうだよね。そうだよね。そのイケメンのね、ちょっとふっさふさの感じでイメージしてたのにね。これね、ドライヤーをかけて、まずこのね、髪の毛を立たせます。で、このモヒカンのね、モヒカンの本を読ませることに言ったモヒカンにさせますと。理想をモヒカンにして、で、髪の毛をこうね、都合よくこの反対側を切ってあげることによって、モヒカンヘアと。よかったね、この人モヒカンになりたいって急に思ってくれて。危なかったね、今の状態だったらもう終わってたもん。21ステージ目、鬼回避。これはどういうこと?鬼が来るってこと?うわわわ、すごいバシバシ叩かれて。うわ、すごい。え、なにわーお、一生瓶持ってる。いや、怖っ。何ができる?とりあえずこの落ちてる豆拾う?はいはい。これ豆をいっぱい拾ってくってこと?あ、これ電気のさ、これスイッチのところあるよ、これ。はいはい。隙間のところにもあるよ、ドアの。これ。取れない?あ、取れた。OK。これ拾って、冷蔵庫は納豆強いんじゃない?これもう束にでやるもんじゃん。時計は?あ、なんか、
光が進むね、これ。なんか意味あんのかな、これ。わー、終わったー、鳩。今、で、あ、今あったね、今。待って待って、もう一回取ろう。オッケー。これ取って、鳩からゲットします。で、あとは右側はこれ、なんだこれ、これ。なんか上から水が落ちてきてるんだけど。これはようわからんな。これは植木鉢は取れない。あ、カレンダー。あ、アイテムがいっぱいです。どうすればいい？あ、とりあえずあげればいい。はい。あ、9、8、7、6。これは納豆。納豆、納豆、装備が納豆に変わったぞ。え？これどうする？あ、なんかずれて、1個あったけど。え？待って、これ納豆が一番最強なんじゃないの？これもう塊みたいなもんじゃん。オッケー。納豆投げろ！いけいけいけ！納豆いけるよ！大丈夫。いや、もうちょっとさ、もう、そのまま投げればいいじゃん。なんでもうちょっとさ、やれたでしょ、もうちょっと。とりあえず、左側のステージにあった5個をゲットして、右側のこのカレンダーのこれは？あ、これも豆か。これは、他はないか。あ、なんか横にずれた。え、どういうこと？え、何これ？何これ？え？なんか適当に押してったら、なんか、あ、え？あ、そういうこと？この、雨漏りがこのそんな成長するかな、成長しすぎじゃ。おお、一気にこれ3つもゲットしちゃって、オッケーオッケーオッケー。でも多分あと1個足んないんだよな。え、あと1個どこだろう。あと11が分かんないんだよな。これどっかあるかな、右側にまだある、どっか。たわー、 お前が倒してくれよ。え、に忍者いるんだね、このお家ね。はいはいはい。で、これで、オッケーオッケー、黄金の豆になりました。これでね、お兄さんももうさすがに鬼は外。はい、鬼は外、はい、鬼は外、鬼は外。全然聞いてる？あ、結構ボコボコにできるね。すごいね、やっぱさすが、やっぱ鬼はね、やっぱ豆なんですね。22ステージ目、トゲ回避。これは、あれかな？あ、栗のね、トゲが？わ、すごい栗がなってんな。え、とりあえず押してみてよ、これ。あ、なんか揺れる。揺れるだけで特に何もない木は。おー、すごい、揺らして。あー、痛い。絶対痛い、それは。左側になんかあるかな？おばあちゃんがいるね。おばあちゃんなんか、ちょっとなんかない？ちょっとあの、頭防げる帽子的なやつないですかね。おばあちゃんの帽子とかはくれない。栗は？栗じゃねえ、これキノコか。キノコゲットして、焼くキノコ、はい。焼けた。ん？何？消し積みになったよ。うん。え？うん。これ左側の草は何もない。右側は何もない。こっちの草はない。こっちも、あ、芋があった。これはね、さすがにお芋さん焼きますよ。え？え？何？あ、なんかいる！怖っ！え？怖いって、ケンタウルスおじいさんじゃないの？これ。え？ちょっと、どうすればいいの？これ。また、痛い、ちょっとどうしよう、おばあちゃんの家に住み着いてんだけど、あいつ。ほら、食え。ほら、食え。あ、違う！関係ない！そういうことじゃない。え？はい。お前は？お前は食うんだ、大丈夫？それ。焼いたりしてないけど。大丈夫？死なない？あー、だよね、悪いよね。それはね、さすがにね、危ないよ。おばあちゃんにキノコ渡す？はい。あ、取った。投げた。おー、焼けた。結局焼ける運命なんだね、お前ね。はいはい。で、これパサパサっとなっちゃったと。え、なんだ？じゃあどうすればいい？お前出てくるもんな。なんだろうな。芋はもうこれでいいのかな？キノコの使い方が違うのかな、じゃあ。どうするべきこれ。キノコ、わかんないな。他に何かタップできるところが。芋、あ、なんか美味しそうな芋になってる。え？さっき芋取ってなかったっけ？芋まだ取ったことないのかな？これ、芋。はい。あ、そこ動くの？どういうこと？もうお腹いっぱいになった。なに？おお、落としてくれた！え、どういうこと？え、ケンタウロスおじさんじゃなくて、キーおじさんだったってこと？もう、キーそのものがお前だったってこと？今。どういうこと？意味わかんないんだけど。え、栗取れる？これで。これで栗拾って、あ、拾って。あ、これでいいの？え、なにこれで？意味わかんないんだけど。え、キノコ全然関係なかったじゃん。あ、これで、おばあちゃんが、わー、すごい美味しそうなね。あ、食べてる。え、どういうこと？え、もう木そのものなの？動いてたもんね。枝っていうかね、木がね。意味わかんないんだけど、もういいや、深く考えないわ。23ステージ目、ミラー回避。なんかすごい鏡が見えたけど。わー、すごいね。これなんか右上だけなんかおかしくない？これ。おかしいよね、なんか。多分手前側向いてないといけないよね。押してみる？はい、と。あ、そういうこと？これ進路方向ってこと？
ああ、じゃあおかしい、その、反射を見つけて、そっちに進めばいいってことだと思うんだけど、これ多分ピーマンの位置があれなのかな。え、なんだろうこれ。なんか全部良さげに見えるんだけど。え、どれだろう。あ、ピーマン取れた。え、これ取れるとかあんの。え、なに、いや、もう待って、戻せなくなった。あ、食った。え、おお、いやいやいや、待って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 、え、おい、ずっと左側食ってるぞ、お前。お前だろ、おかしいの。お前、おお、な、今、どういうことこれ。おかしいよね。え、取れる。あ、取れた。使って、はい。はい。何かやってる。これで何がわかるんだ、これ。え、あ、ちょっと、え、なに、ちょっと、もう一回やって。何がおかしい、何がおかしい、多分どれかがおかしいんだと思うんだけど、え、どれだろう。右側の子がちょっと猫背に感じるから右なんじゃない。ん、あ、本当に、あ、本当に右側。え、待って、え、どういうことこれ今。ん、あ、そういうこと。あ、ライト当てれる方向をね、こうやってやれたんだ。はい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 。あ、そうやって分かっていくやつなのね。うん、じゃあまずその押さないといけなかったんだ。うわ、なんだこれ。え、真ん中になんか弟くんいるよ、これ。これでいいんじゃない？ん？ OK？ クリア？おー、ドッキリミラーハウス。そういうことね。遊園地かなんかのアトラク、うお、いるよ、後ろ。え、怖っ。え、なにちょっと軽くホラーじゃん。やっぱ鏡って怖いね、なんか。24ステージ目、いじめっ子回避と。これをラストでいきましょう。まあ、いじめっ子ね。もう、亀がいじめられていると、浦島太郎的な、あれかな？まあ、ちょっと言って、うん、そう、ね。ちょっと懲らしめてね。いじめるんじゃないって言って、お前がいじめられるんかい。まあ、しっかりしろって頼むよ、おい。何やってんの？ いじめられに行っただけやん。なんかできる？木の棒とか取れるとかないね。この亀は？あ、すごい。あ、魚が出たよ。これ魚、あ、釣るんじゃないこれで。はいはいはい。魚釣って、こっち。うん。これなんか多分いるんじゃないのこれ。あ、なんかいい魚が釣れたよ、これ。いい魚ゲットしたから、これゲットはできない。この魚で攻撃？おお、魚ごといったね。え、ど、うん、あ、いや、いじめられてる。魚を取られてる。魚を、しっかりしろって。魚をとりあえず釣って、あ、もう一回釣るんじゃない？うん、もう一回釣って、またでかいのが？あ、フグ。フグか。あ、フグだったら、取られた時に、ぷくって、膨らんで、なんかなんないフグの力で、なんかならない？ちょっとその、可愛らしい見た目で。いや、何もない。わぁ、フグ普通に持ってる。普通に取られてる。一旦、フグにしますと。で、フグも、おぉ、いったね。フグをさらに入れて、あ、ちょっとでか、お、タイかな。え、なんかすごいぶん回してたけど、何、どういうこと？なんか、核兵入ってんだけど。これで行くの？これではいはいはい、これで、おおおお意味わかんない。どういうこと？あ、で、これ、うおーいうおー気持ち悪ーいなになにおおいや、わからん。どういう世界観？おお、成功なんだ、これ。これ、回避成功なんだ。どういうこと？え、ただ、浦島がいじめられる世界線だっただけじゃん。え？亀もなんかようわからんかったし。なんかお前、結局最後ね、魚持ってったし。どういうこと？はい、ということで、24ステージ目までね、クリアしました。いやー、これがね、19ステージ目、日焼け回避。これがマジで、難しかったわ。結構時間かかったもんね。ヒントも1と2をね、2個開けてやっとね、クリアできたんで。いや、まさかね、ビニール傘に色塗って本当の傘にするっていうね、日焼けのね、日が入らない傘にするっていう。いや、思い浮かばなかったね。うん、いや、明らかにね、まあそのかき氷の液体みたいな赤黄色とかのね、あれ使い道がなかったから、まあ、ちょっと考えれば分かったのかもね。いやー、マジちょっとね、だんだんまた難しくなってきてるんで、まあ、残りのね、5ステージ目、6ステージ目のページもね、頑張ってクリアしていきたいですね。はい、ということで今回はここら辺でご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。